今回は暑い夏に活躍する8月におすすめな夏用スラックスを紹介していきます。まあ、なぜ今回これを紹介するかというと、こちらのパンツは夏でも快適に履ける切れ目パンツで、年相応なコーデが作りやすいんですね。特徴が3つありまして、まず1つ目が暑さを和らげてくれるリネン素材が入ってるんですね。リネン素材が入ってることで通気性が良くて、夏でも比較的快適に履くことができるんです。2つ目がこういった具合でテーパードシルエットになっていますので、スタイリッシュなコーデが作りやすいということです。パンツにはこのようにセンタープレスが入っているので、アラサーらしい上品な印象に見せられるということです。3つ目がですね、このようにウエストにはゴムが入っていますので、まあ、お腹周りが気にされている方も、楽な履き心地を実感することができます。実際にね、履いてみました。今履いているのはブラックです。まあ、履いてみるとね、シルエットがいいっていうのはもちろんなんですけども、さらっとした軽い着心地なんですね。汗ばみやすい8月からは使い勝手がいいアイテムですね。次におすすめのコーディネートを順に紹介していきます。まず1つ目がこちら。今回のスラックスをベースにボーダー T シャツを合わせたコーディネートです。今回のパンツを使えば、まあ、シンプルにカジュアルなアイテムを合わせたとしても大人な雰囲気になるんですね。なぜ、このパンツが大人っぽく見せられるかというと、ポイントはシルエットと色なんです。このように見てみると、右のパンツの方が、まあ、断然大人っぽく見えるはずです。なぜかというと、今ダークトーンを使っていたりとか、細身のシルエットとなっていますので、やはり、まあ、こういったものって上品に見せやすいということなんですね。まあ、動画をご覧の方々はカジュアルなトップスを持たれている方も多いのではないでしょうか。ぜひですね、お手元の T シャツとかですね、こちらのパンツに合わせてみてください。次に2つ目です。このようにカーキのシャツ、トップスを上から合わせて男らしいコーデにアップデートするのもおすすめです。このような襟付きのシャツは、程よく品を出すことができますので、アラサー世代の方々にもハマりやすいアイテムなんです。今回のスラックスと合わせると、かっこいい大人カジュアルコーデを作ることができるので、もしシャツがお好きな方はこちらをチャレンジしてみてください。最後にこちらです。夏用のカーディガンを羽織ったコーディネートです。まあ、夏といってもやっぱり肌寒い時間帯だったりとか、冷房の効いた室内では寒さを感じることもあります。なので、まあ、こういったねカーディガンがあるととても便利なんですね。今回紹介しているパンツのネイビーと合わせて上下同系色にすることで、よりね、夏らしい印象に仕上がります。今回は暑い8月に活躍するパンツを紹介してきました。ブラックとネイビーの2色展開となってます。概要欄に設置してある URL からチェックしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければぜひチャンネル登録、もしくはコメント欄のご記入もお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。ぜひチェックしてみてください。